私も森出さんの世代ぐらいの、あのメンバーまあ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 知ってるんで、はい、でどうもあの森田っていう人がいて、うん、どうもなんか予備校講師だけじゃなくて YouTube でもブレイクしてるみたいな、うん、そういう、まあ、割とブレイクの最初の頃私、はいはい、森出さんの話聞いてたんですよ。でその頃の話ちょっと伺いたいんですけど、はい、YouTube でブレイクする感覚って何が要因だったと思います？自分でブレイクですか、うん、難しいですね。今27万人でしょ、はい、まあいろいろなんかこう、ね、話題を作っていくみたいな感じでやってきましたね。はあ、はい、プロデューサー的ですよね。で、誰を対象にしてやってる感じだったんですか？まあ、最初はあの当時いたんで、うん、やっぱ受験生だったんですけど、うん、ただやっぱりトイックっていうのでう、うん、やっぱ知名度が高かったのはそこだったんで、まあ2つの柱を持ってやっていこうかなっていう感じで、はい、今どんな感じですか？トイック層と受験層っていうのを言うと。そうですね、両方まだいるって感じですね。半々ぐらいな感じ。半々分かんないですね、数の割合が。あ、そっか。なかなかあれコメント見てるとどうですか？あのどっち。ああ、でもコメントはいわゆる大人は書かないんですよ。そっか、うん、子供が書くんで。あ、そっか、はい、なのでそういうのとかもあって、まあ難しいは難しいですね。そんな僕って、うん、その何年も別にすごい再生数が増えてるとかはないので。そうなの、はい、むしろ全然去年より減ってるぐらい。あ、本当に。はい、全然もうやっぱり YouTube 伸びづらくなってます。勉強系はやっぱり伸びづらい。あ、そうなんですか、はい、へえ、なってますし、うん、その辺もただなんか、まあ、話題を作らないとって感じです。まだ、まあ、例えばどんな話題？まあ、ただ呼びっていうね、予備校、うん、このオンラインの予備校作ったりとかっていう時に、はいはいはい、まあ、どんと話題が出たりとか。そう、話題になりましたね。そうですね、ただ呼びね、はい、まあ、そう聞いたことあります、ただ呼びっていうワード。今日、はい、今日そうですね、もう破産しましたけど、あの会社は、はい、そのちょっとニュース全然見てない今日。運営会社は、はい、はい、あ、破産しまして、はい、あ、そうなんですか、とかもあったりとか、まあいろいろな話題を作っていくっていう。で、まあ、話題があれば伸びる、話題がなければ平常運転。それはやっぱり世の中的な話題なんですか？そうですね、世の中だったり、まあ、自分で作ったりとかそういうので、話題ができればどんと伸びるけど、うん、っていう感じですね。あ、そうなんですね。なんか自分のすごいコンテンツを、まあクオリティを上げるってことはできるんですけど、編集をすごく凝ってとかっていうのはできるんですけど、時間がないので僕自身の、うん、あれ編集どうしてるんですか？今日は自分ですね、9割以上自分です、はい、プロに頼んでるわけじゃなくて。頼んでないです。あ、私がやってるんですよって言ってた。ここ2人完全にクリエイターですよ。おお、そうなんですね、はい、それはなんか外注してない、なんか嬉しい。してない、してないです、はい、嬉しい、素晴らしい。あ、そうなん、まあ、英語ができるクリエイター、うん、クリエイターじゃない、編集マン見つけられればいいんですけど、うん、いないです、ね、あ、なるほどね。どんだけテストしても、あ、その英語の肝みたいなところを拾ってくれない、そうですね、うまく編集してくれないとね、はい、これね、私たちもそうなんですよ、言語学的な面白さをうまく拾ってくれるっていうのがやっぱり必要なんで、そうですよね、なかなか分かってもらえないんで、はい、なのでゆる言語学ラジオの水野さんがこう来てくださったことあるんですけど、はいはい、そんなん陰性にやらせればいいじゃんみたいな言われましたけど、はいはいはい、なかなかね、まあ、ちょっと陰性を信頼してないわけじゃないですけど、はいはい、まあ、ちょっと私の感覚でやりたいところがあって、なかなかでも文学部の陰性で編集っていないと思いますよね。まあ、実際なかなかトレーニングしないとね、お金かけないと、そう、なかなか難しいと思いますね。なんか森出さん の, あの自分の感覚で、はい、あ、なんかブレイクしたなって感覚ってどれぐらいの時ですか？まあ、その例えばが一番大きかったですけどね。あ、話題がと。で、今テレビとかも呼ばれるしね。いや、アベマに一回出たぐらい。あ、そうか、アベマか。はい、あ、そうか、そうか、そうか。そんなことは。でもいろいろなんかあの雑誌の取材とか。うん、そうですね、はい、ね、そういうの多いですね。英語系のね、はい、ああいうの多いし、もうインフルエンサーですよね。そうですね、ね、はい、インフルエンサーとしてやってますね、うん、なかなか呼ばれるっていうことはあまりないですよね、この業界で、うんうんうん、いや、ここみんな目指すんだと思うんですよ、予備校の先生であるとか英語教育系ですかね、そうですね。あと喋り方として、はい、まあ、ちょっと失礼にならない、はい、失礼に言うつもりないんですけど、はい、なんかみんなこんにちはみたいなキャラじゃないじゃないですか。絶対やらないです、そんなもう絶対やらないです。で、あれって
あのなんか自分のキャラ作りみたいなのなんか考えてるんですか。まあ、その予備校の先生ですね、僕で憧れてた先生が、うんうんうん、まあ、すごい毒舌キャラで、ああそういうことね、はい、そういうのがあったので、うん、まあ、ただそっちを前面に出すとダメですね、もう、まあ、やっぱり炎上しやすいですし、あ、そか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 、予備校でもダメです、やっぱり 今そういうキャラでやるともうすぐ苦情になるから、ね、うん、そうなの、なるほどね、なんでそれは抑えつつ、うん、あんまり出さずに。で森哲さん的には、どんな風に言ったらいいですか、自分ご自分で作ってらっしゃるキャラ設定というか、はい、どんな感じで、キャラ設定、まあ、もうこのままですけどね、もう自分の字でいく感じで、そうですね、字でなるべく字ではいくけど、うん、だからそのあんまり出しすぎない、毒は出しすぎない、ああなるほど、はい、っていう感じにはしてますね。そういう感じね。やっぱ毒はやっぱりなかなか受け入れられにくい感じなんでしょうね。世の中そうなってますね。すぐやっぱ、いわゆる受験生たちってまあストレスも多いと思うんで、荒れやすいんですね。非常に荒れやすく揉めやすいです。あ、そうなんだ。なるほど。本当に汚いです。あ、本当。だから大人向けのチャンネルは綺麗です。だからゆる言語クラジルとかめちゃめちゃ綺麗です。とっても綺麗です、はい、あれは大人向けなんですね、はい、大人向けなんでとても綺麗なチャンネルです、うん、うちはやっぱ子供たちが入るとすごく汚れます、ね、あ、そうなのか、はい、そっか、あるかもわかんないですね、なるほどね、これは我々のこれはどこ向けなんですかね、まあ、一応ね、まあ、言語学に関心持ってくれる人っていうことなんですけど、大人が近い、まだ高校生以下だと言語学への出会いがあんまないので、まあ、そうですね、英語への出会いはあるかもしれないけど、英語との出会いはあるかもしれないけど、言語学っていうのはやっぱりちょっと大学入ってからっていう場合は、ね、以上ではありますよね、うんうん、そうそう、違う世界ですからね、あ、いや入ってごらん、納得しました、あの、うん、ストレスを抱えている受験生相手という、ある意味ね、お客さんがっていうか視聴者が、うん、そこ縛りっていうかそこなんですよね、うん、基本的には森瀬さんは、なるほどなるほど、でここって持ったことがないので、やったことがないので、どういうことなんだろうっていうことをなんとなく思ってたんですけど、今の分かりましたね、荒れやすいとか反応でなんか分かりそうですね、そうですね、もうコンプレックスを抱えた人たちが集まり、やっぱ学歴っていうものは、そうかそうか、日本人のもうすごいコンプレックスなものなので、うん、人気でありつつも非常に荒れやすい、へえ、その高校生以下の子たちが、そうですね、まあ、昨日、まあ、ちょうどこう今すごいトピックに炎上してトピックになってるのは、うん、まあ、高校生がその模試の結果出して、いやこれは嘘だろ不正だろみたいなので、もう大炎上してますからね今、あ、そうなんだ、はい、そういうの、それ出してる人は何のため出すんですか、インフルエンサーで、まあ、慶応の SSC 目指してる人らしいんですけど、これで、すごいいいんですよ成績が、はいはい、そんなのありえないのに今までのやつ見てきて絶対そんな点取れてないって言って、うん、もう嘘だっていうので、もう自己受験とかしてるだろうみたいなんで、まあ、あくまで疑惑ですけども大炎上、あ、そうなんだ、もうでちょっと僕が触れただけでも再生数バーンっていくんで、うん、もうやっぱすごい世界ですね、そういうちょっと全然わかんない世界でしたそういう世界なんですよ、ちょっとね、あの下心として森哲さん出ていただいたら、我々のチャンネル高校生とかも見てくれるかなっていうちょっとスケベ心あったんですけど、はいはいはい、どうなんですかね、そういう方見てくれるんですかね、入って興味がある人が、まあ、だからそのバンと来た中の何割かが残っていけばいいんじゃないですか、それ、まあ、コラボって基本的にそういうものですからね、そうかなるほどね、どうします、僕も撮りますか、じゃあこれで僕の方にも出ます、じゃあいいですか、はい、いいですよ全然いいですか、はい、今撮ってってこと、あ、そうです、今も撮っていいです、どうあ、じゃあトイレ行ってきますから、はい、あ、トイレ、それってコラボのやり方、あ、そうです、コラボってやっぱ同じ時に出すのが一番大事なので、勉強になりますね、勉強になりますねもう